小指に力が入らないと、拳に力が入らないと、小指は重要なんで、小指握り込んで、あとの3本は楽にして、うん、難しいよ。小指で意識して、この3本は楽にする。で、それを親指でこう包むよ。そう、ギュッと力入れるよりも、さっきやった、この中、手の内をこう締めるっていうんだけど、手の中をこう締めるイメージ。そう、これだけで難しい。例えばね、手に対してこう、つくわけ。手を、腕を伸ばす動作だよね。その時に、こう引くんだけども、引くと、小指の指をね。で、次、手のひらを反対にこっちに持っていくと、こういうふうに伸びる。指先戻してみて。そう。で、ちょっと握って。そうすると、こういう反動が来る。もう一回伸ばして、今度こういうふうに握って。そうすると、普通だ。全然違うでしょ。で拳、指の使い方だけでこれだけ違ってくる。1、肘が離れたらここを回転した。そう、うまい。ね。4、ここ意識して、正確なんで。はい、圧縮、うんと圧縮しておいて、5、圧縮して肘が離れたら吐き出してくる。おかんか。この中心で操作する。はい、2、そう、うまい。もう一つ先。3、うまいね。5、いや、ほんとうまい。ほら、よし、くん、はい、気合い、ジャン、はい、1、2、3、4、5、6、7、8、くん、ジャン、はい、1、2、3、はい、ここでやった切る。さあ、ここに壁があると思って、壁にぶつけると戻ってくる。その力で、はい、もう一回。5、6、OK、7、8、9、10、斜め45度に移動しよう。で、斜め45度に移動したら左足を上げて、はい、1、意識。そう。2、意識。右足で蹴って、下ろす力で、1、蹴って、つく。そうそうそう。蹴るでしょ。蹴った。落ちちゃう。これ落ちちゃうと、力逃げちゃう。ね。ただ、落ちて、使ってないもん。じゃなくて、蹴って、この、降りる力、落ちた力。ここをもう一回、ここで、パン使い直す。印を作って、はい。1、パン、パン。そう。ここで足裏で、グッと押さえる。この力が、こう、上がってくる。はい、2、パン、パン、そうそうそう、1、せばすぐ、2、吸って、3、4、ここに上げて、つく瞬間、下を下ろす、5、そう、うまい、うまい、バランス大丈夫、6、7、パン、もうちょい引けるかな、はい、アウト、パン、4、5、1、
はい、お疲れ様。ありがとうございました。どうだった今日？すごい、2時間がすごいあっという間で、もう難しかったんですけど、すごい楽しめました。想像してた通りだった？想像してたのと違った？違いました。なんかもっとうわーって蹴ったりとかしまくるのかと思ったら、やっぱり基本が大事なんだなって思いました。空手をまたちゃんとやってみたくなった？やりたいです。学んでって、もっとかっこよくできるようになりたいです。